頼むな。回るのも続けるんだよね。ああ、別に忘れているわけじゃない。歴代王の力も必要だろうからな。だが今は大臣を任せているのも事実だ。一つずつこなしていこう。どこにいるんだろうね。海渡る前に探さねえとな。ああ、置いてけねえし。そうだな。ノクト、力を集めてるじゃん。集まったらさ、何すればいいの？王の使命の詳しいところはわからないが、最終的に帝国を倒すでいいんじゃねえか。ああ、それでいいと思う。うわ、今のは近かったな。急いだ方が良さそうだ。君っけ、おい、あれ雷落ちたとこじゃねえか。あそこ入れってこと？これだね、フォッシオ洞窟。何がいるかわからないぞ。油断すんなよ。あいよ。うわ、この先かなり深いよ。暗くて奥は見えないようだな。どうする？こういう怖いとこ嫌なんだよね。何が出てきてもおかしくないな。みんな気をつけてよ。おい、ノクト、何かあるぞ。そこ通れそうだぞ。行こう。
せめえな。よいしょっと、なんとか通れるかも。息苦しくなってきたよ。静かに。なになに。君が悪いな。通れるか。頭を打つなよ。そうか。どうしたの。新しいレシピを思いついたぞ。へえ、楽しみだな。めんどい。油断禁物ってね。ノクタがいると楽できる。とどめだ。はっ、それよ。クラスマイズが投げにくい。ほら、俺の銃も当てにくいよ。クラスよ。はっ、はっ、ふっ、ふっ、見つけろよ。どこ。くっ、ほら。とどめだ。もらった。くりゃ。やば。いい感じだ。当然。と。さっさと先に行こうぜ。
行き止まりだ。おい、後ろだ。うりゃ、なんと最強。当然、はい、気をつけろ、化け物どもだ。あれ、調子いいじゃねえか。まあな、行こうよ。ああ。行き止まりだな。そこ通れそうだぞ。行こう。やろう。ちょっと待って。で何を。よ。無事か？おい、返事しろ。もう嫌だ。ここヤバいって。でかい蛇がいたんだよ。そいつに引きずり込む。ああ、くそ。やはり出てきたな。ちょこまか動きやがって。
応戦しろ。うわっ、プラッタ見えてる。ほっ、ったよし、パニックってやるせ。どうしたら、何やってんの。はっ、ハッグを。スイッチ、ラディオ、頼む。どれ、ナイス。ラディオ、スイッチ、よっ、ジャッジ。お前、ウリ、ほっ、ほら、プラット。見えてる。ジャッ、ちょっと。もらったな。見直したぜ、ノクト。頼んだ、ノクト。見えてる。ちょっと。せめえな、剣が振りずれ。俺に当てんなよ。暗くてナイフ投げにくいな。したからな。こっちに何かありそうだ。いる、絶対いる。くそ、出てこい。落ち着け。何これ。どうした。なんか怪しくない。ダメだ、開かねえよ。封印を解く鍵が必要なのかもしれないな。鍵？ RPG であるような全部の扉開けられるようなやつ。なんだそれ。
いつだ、こいつ。行け、ノクト。借りは自分で返せよ。石碑ありそう。ほら、気合い入れ直せ。
ようやく見つかったな。よかった。ノクト、これが雷神の力。大暴れを想像してたけど、人のいい神様もいるんだな。性格あるらしいぜ。ルーナも大変なんだろうな。お会いできるのはもう少し先か。早く海渡ろう。元気な顔見せねえとな。そうだな。見て、雨上がってる。雷神様の用事が済んだからか。なんだありゃ。前とは比べ物になんないよ。はい。王子、レガリアなんだけど。うん。帝国軍の基地に保管されてるみたいなんだ。マジか。ちょっとね、相手が相手だから話するってのもすぐにはいかなくて。いや、いい。お？情報あればいい。あれ、大丈夫？うん、大丈夫。どうもな。じゃ、誰だ？シドニー。うっそ、もっと優しく話しなよ。どうでもいいだろう。レガリアの場所が分かったのか？ああ、帝国軍の基地らしい。おお。たとえどこにあろうとだ。取りに行くんだろ。当たり前。これはあくまでも予想だが、あれは本来もっと早く到着するはずだった。だが雷神の嵐で近づけなかったな。あれでレガリアを帝国本土に運ぶのかもしれない。雷神のおかげで時間稼ぎができたってわけだ。今ならまだ間に合うよ。ああ、取り返しに行くぞ。ひと狩り行っとくか。ありがとう、チョコボー。着いたぞ。ノクト、後ろに注意してくれ。わかった。よろしく。それ。ありがとな。気をつけろ。覚悟してもらおうか。練習練習。
俺たちの旅って歴代の王様と神様の力を集めてんだよね。結構すげえ響きだよな。打倒帝国ってのも近いが、案外うり現実味を帯びてくるな。よっ、ありがとうチョコボ。頼むな。あいつが最初だったとはな。怪しいどころの話ではなかった。なんで俺たちに構うのかね。ありがとな。また頼むぞ。よろしく。俺さ、揚陸艇乗ったの初めてだった。まあ、珍しい経験だったな。よっ、また頼むぞ。頼むな。王の使命って何なんだろうね。六神とも関わる何かか。神話では王は六神と共に闇を払ったとあるが、闇って何だろうな。お疲れさん。
シドニーって優しいよね。どう。1日 ?2 日付き合ってくれたでしょ、探すの。仕事あんのにさ。結局見つかんねえし、台車も断ったし、なんか悪かったな。台車は仕方ない。代わりなんてないもんね。分かってくれてるさ。次の連絡って電話かな。だろ、会いたきゃ店に寄ろうぜ。連絡が取れないということか。取れるようにしとけって言ってあんだろうな。ちょっと心配だね。ありがとな。まるで要塞だな。さっき飛んできたやつだろ。ずいぶん立派な壁じゃねえか。あの壁は昔の戦争の名残だ。それを帝国軍が利用しているようだな。どう攻めるか考えよう。よろしく。よし、着いた。塾とか最悪。